こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは霊媒体質を科学する HSP について考えてみようということでお送りしたいと思います。霊媒体質という言葉はですね、以前ちょっとシゴスピラジオでも取り上げたことがありますけれども、まあ、簡単なスピリチュアル的な定義を言うと、まあ、要はですね、神がかり体質という言い方もしたりするんですけども、ある種深いトランスに入り、まあ、霊的なこう触媒になったりとかですね、霊的な鋭敏なものをキャッチしやすいというね、まあ、もう体質的なもので、その意図的にそれをやろうとするとかね、何かそう訓練によってそうなったというよりは、もともとの先天的な、まあ、体質としてそういう霊的なものに感応しやすいというようなことを指す言葉として、結構その昔からスピリチュアル界隈では使われている言葉でありますと。で、今回新しく出てきた HSP という言葉なんですけども、これ何かと言いますとですね、まあ、これは頭文字を取った、まあ、アルファベットなんですけども、ハイリーセンシティブパーソンというふうに言います。ハイリーというのは高いという意味ですね。センシティブは繊細な、パーソンは人、非常に高い、ね、非常に高い抽象性を持った、あのすごく繊細な人っていうことですね、日本語的な訳をすれば。で、この言葉を定義した人はエレイン・N・アーロン博士という方なんですけども、まあ、この HSP というのはどういう人のことを言うのというと、非常にこれ霊媒体質と、ね、かなり近いなというふうに感じます。あの実際霊媒体質というものを科学的にこう研究し説明したらこういうことになるのではなかろうかという、そういう、まあ、ある種ロジカルな、霊媒体質はどちらかというと経験的かつ文脈的な、まあ、表現になるなって、その、まあ、どちらかというと霊的な解釈をされるものですけれども、それはもう少しそのロジカルな感じで解明していったものが、まあ、HSP じゃないかなと思っていて、まあ、かなりの部分でその本質をついた言葉なんじゃないかなということで、まあ、もともとは科学的な意味合いのある言葉なので、スピリチュアルのワードではないんですけれども、かなりこう本質的な部分に似通っているので取り上げてみたいかなと思いました。で、まあ、この HSP とは何かというと、まあ、簡単に言うと、例えば大きい音がした、眩しい光とか蛍光灯の光とか強い匂いとか、とにかく強い刺激というか、まあ、刺激に関して、普通の人が例えば1の刺激を1受け取るとすると、それを10とか100にこう受け取ってしまうというふうな、ものすごく感覚が繊細な人であるというふうに言われています。で、かつちょっと内向的でシャイな人が多いと、ね、HSP に該当する人言われていて、まあ、内向的でシャイですごく繊細ということが表面的には言えると。ただこれだけだと、それってただの内向的な人でしょ、ね、シャイな人でしょ、神経質な人なだけじゃないのっていう風になるんですけれども、実はこれがちょっといわゆる一般的な社会的な意味合いにおける内向的、ね、あのシャイな人、ね、神経質な人っていうのとは違うんだっていうことが、あのその、ね、このエレイン・アーロン博士という方が研究した結果分かってきたということが言われています。で、まあ、どう分かってきたかというと、もうとにかくその例えば内向的な人とかは単純にその気持ち的に、ね、その内向きなものが好きとかね、 あるいは大きい音が苦手というのは単純にそういうものが苦手っていうだけの話で、それはそれでそういう方もいるわけです。だけどもこの HSP の方は苦手とか嫌いとか好きじゃなくて、普通にその普通の人が1受け取るものを100とか1000受け取ってしまうので、ものすごい感覚、ものすごい大げさになっちゃうわけですよね、肌から見ると。
例えば大きな音を聞いただけでも、あうるさいな、大きなぐらいなのが、もうガーンとすごい強烈な、何か強烈な攻撃を受けたような感じになってしまうと。で、ぐったりしてしまう。だから疲れやすくて、非常に辛いということが、まあ言えると。で、辛くて、一つ一つのことがものすごく、普通の人の10倍、100倍、1000倍に感じてしまうので、あまりこう自分の心の中身を表現することも苦手だと。なぜならば表現することがすごく大げさになってしまうかもしれないし、表現すること自体を大げさに捉えてしまうと。ね、普通の人の100倍、1000倍の感覚で捉えてしまうので、ものすごく気も使うだろうし、神経も使うと。そうすると、非常にですね、まあ、苦しいと。いうことが言います。で、さらにこの HSP の方と、まあ、内向的な人の最大の違いは、実は第六感的な鋭さとかね、無意識的にパッと処理してしまう力がめちゃくちゃ強いってことなんです。つまり感がむちゃくちゃ鋭くて、だから何も言ってないけど人の気持ちが分かっちゃったりとか、まあそれってある意味テレパシーみたいな話ですよね、あるいは多神通力とかねいう話になってくるんですけども、そういった力能力がすごく鋭いと。だから一見するとなんかそのシックスセンス的なものを発揮してしまうという場合もあるわけですね。まあもともとシックスセンス的なものというのは、逆に言えばそういった感覚の鋭さの先にあるのかもしれないと、科学的に見た場合はですけども、そういう言い方もできるのかもしれません。ということで、まあそういったね、第六感的な、で霊感的なものまで出てくると。そうするとですね、まあ、いろんなものからこういろんなものを大きく受け取ってしまうから疲労しやすい。だから逆に自己表現も大げさというか、大げさに捉えてしまうという方が多分大きいと思うんですけども、大げさに捉えてしまうから、こう些細なことでも口にできない。だから内向的に見えてしまう。本当は言いたいけど言えないという内向性というのも、言うとすごいことになりそうで怖いっていうね、そういう怖さがあるというのが HSP という方の、まあ、特性だと言われています。でね、この話をちょっと、取り上げようと思ったきっかけというのは、結構ね、このスピリチュアルの話をいろいろ私もさせていただいてるんですけれども、まあ、私は基本一般的な、ね、平均的な人を、まあ、一応イメージをしてお話をするようにしてるんですけれども、やはりこのスピリチュアルというものに惹かれてくる方の中には、まあ、HSP のようなね、すごく感性が鋭いという方がいらっしゃるんですね。で、そういう方にとってのお話っていうのは、どちらかというと一般向けの話が通じない場合があるんですね。例えばどうしたらその霊的な感受性が上がりますかっていうような質問が来るのが一般的な感覚であるんですけども、その逆にどうしたらこの大げさになってしまう能力をねに振り回されないようにするにはどうしたらいいですかっていうことの方が、逆に例えば霊が見えすぎて困ってるんですけどとか、霊的なものを感じすぎちゃって困ってるんですけどという人も結構いらっしゃるんですよね。そうすると結構難しいところがあって、真逆のことを本当は言わなければいけない話になってくるわけですよね。だからそういう方は逆に霊感なんていらないという方なわけですから、それに対する答えっておのずと真逆になってくると思うんですよね。そうするとですね、やっぱり HSP とかいうもの、 HSP とかそういったものの視点もやっぱり取り入れていかないといけないなということで、まあいろいろ考えてはいるんですけども、やはりその HSP とかその霊媒体質の方にとって一番の問題というのは無意識の問題なんですよね。意識的な問題は意識的に解決していくことが可能ですよね。例えばついついネガティブな考えを持ってしまうんです。だから暗くなっちゃうんです。暗くなってどんどんネガティブな行動になり、物事がね、起こってくる物事もネガティブになってしまうという、その場合はそのネガティブな発想や行動や言動を改めていきましょうねっていうお話で一応の解決を試みることはできるわけですよね。ところが無意識的にそのものすごく
繊細なものを拾ってしまうという方の場合は、それをどう処理していくのかって非常に難しいものです。なぜなら無意識だから。無意識がやっちゃってることは、うまいこと処理できないわけですね。意識できないから。ここが非常に、難しいテーマだなと思っています。で、まあ、完璧な、その対策というのは実は今のところはないんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ大きく大体作用という何ですかね、まあ仮の対策としてね考えられるのは、まあ2種類に分かれるのかなと思っていて、一つはまあシャットダウン型と内的充足型になるかなと思ってて、まあここから先は私のただの考えなんでね、まあ、軽く受け止めてほしいんですけども、シャットダウン型というのはやっぱり無意識がやっちゃってるんで、無意識が拾ってくるものをうまくシャットダウンしてちっちゃくするしかないんですよね。でも無意識だから意識できないわけですよね。ということは、無意識の中にファイアウォール的なものをインストールしていくしかないんですね。これちょっと言ってることが一般的な人には通じないかもしれないですけども、スピリチュアル的に見た場合に無意識の中に埋め込んじゃうんですね、その壁を。だから何か来た時にバーンって弾き返す壁をこう無意識に刷り込ませていくっていう方法があります。そのために一つのその霊的な壁を作る方法などを学ぶっていう方法があるわけですね。バリア、結界なんて読みますけども、それをやるとちょっと弱まるのではないかなと思います。でもう一つは無意識をなるべく作らないという方法ね、内的充足型とさっき言いましたけども、自分の中にその悪いものが入ってくる余地をなくしてしまうんですね。空間が空くとそこにこういろんなものをキャッチして溜め込もうとするのがおそらく霊媒体質とか HSP という方の特質としてあるのではないかなと思うので、それが入ってこれないくらい自分が本当に気持ちよくいられるものをどん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 周りに気づいていく、それを自分の無意識の中に詰め込んでいくっていう、まあ、シャットガン型と 内的充足型はそんなに、まあ、本質的には変わらないと思うんですけども、まあ、アプローチの違いですね。こう弾き返すっていうイメージか、自分の中を満たしちゃって、ね、自分が好きなもので満たしちゃって入れないよ、入れないと、ね、あまり自分が不快に思うようなものを入れないようにする、そういう方法があるかなと思います。ただまあどうやってやるのっていうのはいろんな方法があると思うので、それはまあ人それぞれあるとは思うんですけれども、やっぱりこう HSP とかその霊媒体質の人は当然のごとくスピリチュアリティの方に惹かれていく傾向があります。ただなぜかというと、ほとんどの科学的なものは人間の深い内面性に対してあんまりこう深く、まあ心理学とかでそういうのである程度分析はしてくれるんだけども、その文脈的な意味合いで自分の苦しみを分かってもらえるということが少ないので、なので無意識的なことも含め内面性というものにこう焦点を当て、かつ文脈的なものも大切にしてくれるものって何だろうっていうと、どうしてもスピリチュアリティとかそういう方に行くわけですね。まあもちろんその人自身が第六感的なことを持ってるからっていうのもありますけども、まあそういう意味でスピリチュアリティの中でこううまく自分のことを守れるような一つのね、考え方とかね、あり方、そういうものを自分の中にインストールしていくと、ちょっと防御壁になるのではなかろうかなというふうには思います。なのでまあちょっとね、絶対的にこれ解決する方法とかってないと思うんですけども、まあちょっと紹介してみました。で最後にちょっとね、いろいろと HSP について話してちょっとネガティブな話が多くなってしまったので、若干ちょっと補足というかフォローというかしておくと、まあHSP はそのエレイン・エヌ・アーロン博士によれば、まあなぜそういう人が存在しているのかというと、まあやっぱりその例えば一つの刺激を10倍、100倍、1000倍に感じてしまうと。そういう人はやっぱり数としては少ないらしいんですけれども、そういう人がじゃあなぜいるのか、存在するのかというと、やっぱりこの世にはいろんな危険があるわけですよね。
いろんな危険があって誰もが分かるような危険、例えばなんか大きい石が転がり落ちていたとかね、そういうのは危険だって分かるわけですよね。地震でものすごく大地が揺れている、これも危険だって分かるわけですよね。そういうのは分かるわけなんですけども、目に見えないちっちゃいレベルの物質で非常に有害なんだけども、すぐに有害さが分からないから、気づかずにどん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 吸収して最後こう毒が回って死んでしまうという、そういう危険って意外にこう、まあ、人間もそうだし動物もそうだし、なかなか気づけないんですね。目の前に炎がバーッとかってなったら、こうね、火事でバーッてこう火が広がってるとかなったら、うわー大変だってなるんだけども、もう目にも見えない微妙な毒素とか悪いものがね蔓延しているときに、やっぱりそれに誰かが気づかないといけないわけですよね。で、誰かが気づかないといけないんだけども、大概の人は気づけないんですね。で、それに気づき、その死を絶滅させないために、まあ、気づくための、まあ、一つの能力として、そのある集団の中で一定の割合そういう人がいるというのではないかという研究がされているようです。なので、まあ、HSP だから自分はなんかこうあれなんだみたいなね、社会から外れてるんだとかね、いうふうに自分をまあ責める必要はもちろんないし、そういう人は別にそういう能力がやっぱり何らかの形で必要だから、ね、授かっているというか、まあ、そういう体質になっているということなので、まあ、そのことで自分を責めたりとか、そのことでそのこと自身、そのことはまあ苦しみかもしれないけども、そのこと自身を負に負い目に思うっていう必要はないと、ね、思うんでね、もちろん苦しみは苦しみとして何か解決はしていかないといけないんだろうと思うんですけども、そのこと自体を負い目に思う必要は全くないと思いますので、まあ、その辺はちょっと誤解しないでほしいかなと思います。ということで今回はですね、霊媒体質を科学する HSP について考えてみようということでお話をさせていただきました。今回も守護スピラジオお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。